皆さんこんにちは社会保険労務士の市川めぐみです。本日は未来人材ビジョンについてお話をしていきたいと思います。えー、未来人材ビジョンって聞いたことありますか、えー、と経済産業省がやっているものの一つであの、日本の明るい未来を切り開くための雇用システムとか教育とかについてどんなものが必要であるかというのを考えているものなんですね。でえっ、ー、と 昨年12月2021年の12月にですね未来人材会議というのを設置しましてそこで議論を重ねて5月にですね未来人材ビジョンとしてこういうようなことがあるからこういう人材こういうような教育こういうあのサポートっていうのが必要だよねっていうことをまとめた 未来人材ビジョンっていうのを公表したんですね。でその未来人材ビジョンがですね、なかなか面白い、面白いものになっておりますので、人事の皆さんにはぜひ見ておいていただきたいと思いまして、え今日こちらで解説というか、まあ、一緒に読んでいこうという会を行っていきたいと思います。結構長いですので、どうぞよろしくお願いします。 さて未来人材ビジョンというものがです、ね、ありまして、これについてお話をしていきたいと思います。今、画面に映っていますのが、経済産業省がホームページ上で公表している未来人材ビジョンの資料になります。でこちらをです、ね、一緒に読んでいきたいと思います。 すごくたくさんあるんですよもうこれ見てください109ページですよ109ページもありますのでサクサクいきたいと思いますまずですね、どういう問題があって、えー、この話になっているのかと言いますとまずあらゆる場所でデジタル技術が活用されている脱炭素は一気に世界的潮流となった日本の労働人口の49%が将来自動化されるという予,想予測があるが AI やロボットによる雇用の自動化可能性に関する統一見解はないと。職種ごとにかなりロボットや AI にとって変わられるというような話はありますが、まだ,そのまだ来てないような感じはあるよねということだと思います、えー。アメリカでは自動化により労働市場の両国化が起きたことがもうすでに確認されていると。 言われていますそれがきっと日本でも起こるだろうということですねも兆候は確認できるというふうに言われていますそして化石燃料関連産業の雇用は大きく減少するとの予測があるエネルギー問題についてはかなりあの変わってきていますので今のエネルギー産業とかそれに伴うものについてはかなり低くなってくるだろうという見解があるんですね でこのような将来の不確実性を背景にリスキルや AI ロボットとの共生のあり方に対する関心が高まっている。こうした中、生産年齢人口は2050年には現在の3分の2に減少する。外国人労働者は2030年には日本の至るところで不足するとの予測がある。日本は高度外国人から 選ばれない国になっている。日本に来たいという外国の方が減っているということですね。1位オーストラリア、2位スイス、3位スウェーデンと続いてまして、日本はなんと25位。なかなかあの外国の方が日本で働こうというふうに魅力を持っていただけていない状況にあるということに,になります。より少ない人口で社会を維持し、外国人から選ばれる国になる意味でも、社会システム全体の見直しが迫られている。 そうしないと働く人が減ってしまうというのがありますね。まあ少子化でどんどん人が減っているので外国の方に来ていただかなければいけない。何のにもかかわらず選ばれる国に慣れていないという現状がありますよということです。雇用、人材育成と教育システムは別々に議論されがちであるが、これを一体的に議論することに意義がある。企業ができることは何か、これからの時代に必要となる具体的な能力やスキルを示し、 今働いている方、これから働き手になる学生、教育機関等、多くの方々に伝えることで、それぞれが変わっていくべき方向性が明確になるのではないか、こうした問題意識から本会議は出発したとなっています。そしてですね、ここからちょっと累計が続くんですけれども、あ水系が続きます、えー。本会議では、自動車、電気、産業機械、エネルギー、小売り、物流、建設、金融といった各業種から、 グローバル競争を戦う大企業の社長や役員の方をお招きし、これから求められる人材像を伺った。その結果、これからの時代に必要となる能力やスキルは、基礎能力や高度の専門知識だけではないことが分かった。次の社会を形作る若い世代に対しては、常識や前提にとらわれず、ゼロから1を生み出す能力、夢中を手放さず、一つのことを掘り下げていく姿勢、 グローバルな社会課題を解決する意欲、多様性を受容し、他者と共同する能力といった根源的な意識、行動面に至る能力や姿勢が求められるとされています、えー。現場を支える方々を含めて、あらゆる人が時代の変化を察知し、能力やスキルを絶えず更新し続けなければ、今後加速する産業構造の転換に適応できないとの声もあった。 未来人材会議ではこれを踏まえる形で2030年2050年における日本の労働需要を推計することとした先行研究における意識,意識行動面を含めた仕事に必要な能力等は56項目からなる人の能力等の全体の整理されたものである、まあ、こういった能力が働くスキルにあるよねということですね本推計では デジタル化や脱炭素化を受けた能力等の需要変化を仮定し、2030年及び2050年に各能力がどの程度求められるかをまず試算した。その後、職種別、産業別の従事者等を推計した。現在は注意深さ、ミスがないこと、責任感、真面目さが重視されるが、将来は問題発見力、的確な予測、革新性が一層求められる。 この図見ていただきたいんですけれども、2015年に今、必要企業が必要だと思っている能力っていうのがこの2015の方なんですね。で、これと2050年にこういったことが必要となるだろうと予測されている能力が全然違うんですよね。で、その柔軟性がかろうじて残っていますが、その他がですね、のぶなっちゃってるんですよね。で、これあの、入れ替わるの。 というよりは、なんかプラスアルファでこれを求められるのではないかというような見解も、まあ、あの、あるんですけれども、まあそうなんじゃないかなと思うんですけど、何せ問題発見能力がいくらあっても、こう、真面目じゃなかったり、責任感がなかったりする人を、じゃあ雇えるかって言ったら、またちょっと話が違うのかなとか、ただ、責任感、今私たちが考えている責任感、真面目さとか、信頼感とか、そういうのが、 そのかなっていう気もします、ね、そのちゃんと例えばちゃんと出社するっていうのがこう真面目だっていうふうに取られていたのが、まあ、2050年には別に出社しなくても、ね、当たり前になるであろうと思われますのでそういったそのやらなければいけないことっていうことが今と変わっていくのかもしれないなとは思います。はいまあ、かなり変わっていきますよとは出ています。 えー、労働需要の推計にあたっては2つのシナリオを仮定したと。高成長シナリオ、デジタル化と脱炭素化が進展し、高い成長率を実現できると仮定した場合。低成長シナリオ、えー、それらが停滞し、高い成長率を実現できないと仮定した場合で。推計の結果、ある産業内で職種の構成が大きく変わる場合には、その産業が現在の産業分類で捉えることが適切ではないほどに変化している可能性もある。 目指すべき高成長シナリオでは、2050年において特徴のはっきりした労働需要の変化が確認された。まあ、職種としては、事務従事者が42%減少したりとか、まあ、販売従事者が26%減少。その代わり、情報処理通信技術者が20%増加し、開発製造技術者11%増加というふうに、今、あの、 主流になっている業種っていうのは、まあ、主流の業種が変わってくるであろうというふうにえ考えられています。産業卸売小売業や製造業は減少していくだろうという予測が立っています。 の問題発見力や的確な予測等が求められるエンジニアのような職種の需要が増える一方、事務、販売従事者といった職種に対する需要は減る。現在、事務、販売従事者を多く雇用する産業の労働需要は大きく減ることに、と言われています。AI やロボットで代替しやすい職種では雇用が減少するが、代替しづらい職種や新たな技術開発を担う職種では雇用が増加する。 と考えられています。これを見ると。事務従事者。まあ、農林業。 漁業従事者、建設・採掘従事者はかなり減っていくだろう、まあ、事務従事者も、ね、かなり減っていくだろうと言われています。で逆に見ると、生産工程従事者、まあ、新しい技術開発も含まれているのか、えっと、新しい何かその作るものも含まれているのかと思いますが、あと専門的技術的職業の従事者が増えるだろう、サービス業も増えるだろうというふうに言われていますね。あと輸送関係、機械運転従事者、要はその機械がこう 増えていく分それを操る人っていうのがまあ必要になっていくだろうなというようなことだと思います、えー、職種構成の内訳が各産業の雇用の増減に大きく影響するということですねまあ、医療福祉がどんと伸びておりますけれども農林水産業がかなり減っていくだろうというふうに考えられています 今回の推計が示しているのはデジタル化、脱炭素化という大きな構造変化は人の能力等のうち問題発見力、的確な予測、革新性をより強く求めるようになり、その結果2050年には現在の産業を構成する職種のバランスが大きく変わるとともに産業分類別に見た労働需要も3割増から5割減という大きなインパクトで変化する可能性があるということである。 こうした変化に対処するために産業界と教育機関が一体となって今後必要とされる能力等を備えた人材を育成することが求められている。その際、時間軸を分けて考えることが重要である。2030年目線、今の社会システムを出発点として変化を加える。2050年視点、全く異なる社会システムを前提にバックキャストとして今からできることに着手する。今回の未来人材ビジョンはこの考え方に従い、 大ききな方向性と当面取り組むべき具体策を示したいもちろん今回の推計結果は考える、えー、未来のシナリオのいくつかに過ぎない将来起こる大きな産業構造の変化に対応するため本推計を一つの参考として一人一人が新たな能力スキルを身につけて次の一歩を踏み出す契機となることを期待しているということです。なんか第4次産業革命っていうう文字を何だろうな何か 違うところで見たんですけど、もう産業革命が起こってしまうようなインパクトが50年までに起こるのではないかというような話もあるようです。まさか,なんか産業革命をにね、あのー 社会人でいられるとは思いませんでしたけれども、かなり今と全く違う社会になるということを前提に今後考えていかなければいけないよねという話ですね。はい、でその中で雇用や人材育成はどのように変わっていくかという話ですさ。かつて日本型雇用システムは大量生産モデルの製造業を中心に競争力の源泉と言われた。日本型雇用システムは右肩上がりの経済成長のもとで、 長期雇用を前提に長期的な視点に立って人材育成を行い、組織の一体感の醸成や企業特殊的な能力の蓄積に寄与した。また、長期雇用を前提として定着した新卒一括採用により、一時的な例外期を除けば多くの学生が卒業後に就職できる傾向にあり、若年失業率は低い水準に収まるなど、社会の安定につながっていた。しかし、我が国の経済成長が鈍化し、 日本企業特有の賃金・人事制度の前提とされていた成長の継続が見込まれなくなった結果、1990年代からは日本型雇用システムの限界が指摘されてきた。90年代以降、日本型雇用システムの変革が模索されてきたが、働き手と組織はこの30年でどうなったか。 これを見てみると、もう戦後立ち上がり期から書いてあるんですけど、まあ戦後があって、そこから高度成長期があって、その後バブル崩壊、その辺りから交代期になって低成長。今は再生期というような形になっています。まあ成長は正直なところ落ちているということでしょう。はい。えー、日本企業の従業員エンゲージメントは世界全体で見て最低水準にある。これすごいですね。 エンゲージメントって何だろうかって言いますと、下に書いてあるんですけど、個人と組織の成長の方向性が連動していて、互いに貢献し合える関係といった意味で用いられるということで、 従業員の方と会社がお互いに成長し合おうというか、個人個人が自分が成長していけば、その人たちが成長していけば、会社の成長にもつながるっていう状況であるということだと思うんですね。そういうのが非常に低いということになっています。現在の勤務先で働き続けたいと考える人は少ない。少ないんですね。しかし、転職や企業の意向を持つ人も少ない。 どういうことでしょうね。<laughs> はい。で、これちょっと意外だったんですけど、日本は課長部長への昇進が遅い。日本企業の部長の年収はタイよりも低い。これね、私はちょっと意外でした。まあ、日本以外のところを知らないということもありますけれども、意外と日本は確かに課長38歳、部長44歳って、 まあそんなもんだろうなという気はするんですね。むしろ部長44歳って結構早いんじゃないかなというイメージが私にはありましたが、他の国ではですね、もっと全然早いそうなんですね。対30歳課長、32歳部長となっています。対32歳部長は日本44歳部長よりも年収が高いということのようなんですね。 はい。なので、若いうちからできる人というか、昇進する人はどんどん上がるということが、その世界の、他の国では見受けられるということだと思います、えー。転職が賃金増加につながらない傾向が強い。そうですね。<laughs> ジョブホッパーみたいな言葉が少しありますけれども、ただその転職を繰り返して年収を上げていくっていうのは、 まだあくまでも一部の業界のイメージがありまして、今もし転職をするとなったら、転職活動をしているときに、今いくらもらってますかっていう話になって、それと同水準か、それよりも高い、たまあ、それよりもちょっと高いか、どうしてもやめたいんだったらちょっと低いみたいな、その自分、今の、今の、えー、 給料を元にその人の給料を考えるってすごく多いと思うんですよねなので変わらない人が多分ほとんどなのではないかというふうに 書いてあるのははすすごく納得ができます私はで増加した人って23%変わらない人62%減少した人15%となってるんですね。他の国を見ますと増加した人っていうのが多いんですよ。要は高い給与で引き抜かれたっていうような転職の仕方の人が多いのかもしれませんしあとまあ自分の能力を正しく評価してくれてない正しく評価してくれるところに転職していっていると思っとれるのかなというふうに思います。 4割以上の企業は技術革新によるより必要となるスキルと現在の従業員スキルとの間にギャップを認識している。のはこう新しいことにチャレンジしていくために必要な技術というのとが今の従業員のスキルが追いついていないというふうに思っているところが多いということですね。半数近くの IT エンジニアが技術やスキルの陳腐化に不安を抱えている。企業は人に投資せず個人も学ばない。なかなかか ひどい話ですけれども、この、この人材投資っていうのは、まあ、OJT 以外っていうことなので、要はその研修、あの、 座学とかですよね。日本で言うともう研修に行かせるみたいなイメージだと思うんですけど、その外部で研修を受けて、その能力を持ってから戻ってきて会社でやってねっていうことが日本だと実は少なくて、日本はあの OJT で人を育てるっていうのが当たり前になっているっていうのもあると思うんですよ。で、なので、あの人材投資の金額がすごく低いんですね。 まあ、OJT も含めれば結構な金額になるんじゃないかと私は思いますけれども、まあ、このような形で、え実際に学びに行かせるっていうことに対する、えー、投資が低いんですね。で、逆にですね、この、個人も学ばないってところが結構ひどくてですね、この右側、社外学習、自己啓発を行っていない人の割合、日本。 46%。まあ、ここに出ているところの中では断トツなんですね。他の国の人はもっと仕事以外にもお,お勉強をされているようなんですね。で、な,なんででしょうなんか日本は会社が教育してくれて当たり前だっていう印象が確かに私もあるかなと思うんですね。なんですけれども、えー、何かこう自分で新しいことを学んだりとか、そういうその自分で 自分を高めていこうっていうような、まあ、気持ちにな、きまあ、そういう人が少ない、まあ、時間がないのかもしれませんし、分かりませんけれども、まあ、結果的には46%の人が特に,特に仕事以外では何も行っていないというふうに答えているそうですな。なのでか知りませんけれども、日本の人材の競争力というのは下がっているということです中国にも抜かれたといいうのが出ています。 人材競争ランキング、今39位だそうですね。海外に留学する日本人の数は減っている。えー、日本人でか、まあ、海外留学、国外の高等教育機関に留学する学生数の国際比較でいうと、まあ、海外に出ていく人が減っているということになっています。海外で働きたいと思わない新入社員が増えている。はい 多様性はイノベーション創出にとって不可欠であるあこれは突然違う話が出てきたように思いますけれどもこれあのよく読んでみると面白い話で経営層の多様性スコアが平均未満の企業と平均以上の企業を比べるとあの売上高がですね違うらしいんですよね。 まあ、イノベーションが起こりやすすくななっているそうなんですよでこの資料とはまあ別で多分ここには出てないんですけれどもあの何かの資料でですね私面白いなと思ったのが企画開発みたいなグループがあってその男性だけのグループ特許か特許かなんかだと思うんですけどその男性だけで考えた特許とあの女性も含めたグループで考えた技術の特許ってあの 売上につながる割合が実は全然違ってあの、女性と男性と一緒にやった研究の方が売上につながりやすいんですって。で、それがもうあの本当に女性がほとんどいない業界でも女性が入っているグループの方が 売り上げが上がっているそうなんですよ。なんかね、それすごく面白いなと思いました。まあ、そういうふうなスコアがですね、まあそれがなんでかっていうのはちょっと置いといて、ただそういう結果が出ているというふうに言われています。 日本企業の経営者は生え抜きが多く、同質性が高い。まあ、会社で、ね、働いて、一番最後の出,出世の最後が社長というイメージがなんとなく確かにあるなと思いました、えー。グローバル競争が加熱する中でもドメスティックな経営者が多い。そうですね、日,本日本国籍すごいですね。国籍100%になっていますね。でグローバル経験があの低いそうです。役員。 管理職に占める女性比率が低い、貴重な女性役員、役員じゃないですね、女性代表なんですけれども、日本人の,あの経営層、管理職にはまあ女性が少ないというふうに言われて、少ないです。少ない数字が出ています。東証一部上場企業の合計時価総額は、これガーファムでいいですかね、ガーファム5社に抜かれた。 Google Amazon、、Facebook、Apple、Microsoft の合計額は日本よりも上だそうです。日本の国際競争力はこの30年で1位から31位に落ちたこの現実を直視するなら企業には今雇用・人材育成システムの聖域なき見直しが求められているのではないか。 具体的には終身雇用や年功型賃金に代表される日本型雇用システムと社外との接続領域である採用戦略をどうするかである。既に一部の企業では相当程度変わってきた現実もあるかもしれない。しかしまだ十分ではない変化を加速させる必要がある。日本企業が感じる人材マネジメントの一番の課題は人事戦略が経営戦略に紐づいていないこととされています。 投資家が超中期的な投資、財務戦略において最も重視すべきだと考えているものは人材投資であるにもかかわらず企業側との認識のギャップがある。この, <laughs> この救急車の音はあのうちの事務所、目の前がちょっと大きめの道路でして、えー、たまに通ります。はい、で、あのー、これ、この表もちょっと面白いですよね。この人材投資って、その投資家って、 この株主還元っていうのとかに興味があるのかなと思ったらそうでもなく人材投資に67%あの、えー、と重視しているということなんですね。なので会社は逆に設備投資とか株主還元 M&A っていうようなそのお金をまずとりあえず儲ける。 とか、そういうことだと思うんですけれども、あの、直接的な利益なところを企業は見ているんですけれども、投資家の方は、どちらかというと、将来的に売り上げが上がるような施策をどう打っているかっていうところを見てるんじゃないかなと、これ見て思ったんですが、まあ、人材投資だったりとか、IT デジタル、IT 投資デジタル化だったりとか、まあ、研究開発とか、そういうその、いずれ将来に向かって効いてくるようなものを見ているんだなというところです。 で人材版伊藤レポートでは、人的資本経営を行うための3つの視点と5つの共通要素が整理されている。ちょっと人材版伊藤レポートというのがありまして、まあ、今後、どのような人材をどういうふうに使っていくとどうなるのかみたいなレポートがあるんですね。ちょっとあのすごく難しいのでちょっと割愛、割愛します、えー、人的資本経営により、働き手と組織の関係は閉鎖的関係から選び、選ばれる関係へと変化していくべき。 まあこれまで組織の中でメンバーが合わないクローズドな関係であったと、まあ、要は新卒一括採用で入ってきて、えー、部署の会社の中でいろんなところに、そうですね、ジョブローテーションでいろんな仕事をして、最後定年退職で出ていくっていう形でしたけれども、これからはメンバーの出入りがあるオープンな関係であろうと。なのでで、まあ、ももしし新卒で入っててきたとしても 例えば他の会社に出向したり、まあ、1回辞めて違う会社に転職して、また何か新しい知識をつけて戻ってくるということもあるかもしれない。まあ、いろんな人が出たり入ったりしながら、えー、やっていくっていうのがあの今後の今後必要なあの従業員と会社の関係になるだろうというふうに考えられています。まあ、多様性地と経験のダイバーシティエレビ選ばれる関係って書いてありますけれども、要は、えっ、ー、と、 入ってきた従業員を大事に、従業員も入った会社を大事にするっていうのではなく、いろんなものを見て、いろんな人がいて、いろんな人を認め合ってやっていこうっていうふうに組織が変わっていくだろうという話ですね。えー、人的資本経営はスタートアップの方がすでに実践に移せていることも多い、スタートアップから学ぶことが多いのではないか。 日本型雇用システムの起源は公務員の人事制度にあるのだから公務員の人事制度も変わっていくべきでありむしろ先に変わっていくべきではないかとの意見もあった、えー、人的資本経営という変革を通じて日本社会で働く個人の能力が十二分に発揮されるようになれば日本社会がより一層キャリアや人生設計の伏線化が当たり前で多様な人材がそれぞれの持ち場で活躍でき失敗してもまたやり直せる社会へと転換していく。 社外と接続、社外との接続領域である採用シーンでは、新卒一括採用が中心的な役割を担ってきた。日本の学生は、大学生後期に進路を決めるものの割合が高いあ。これもちょっと面白いなと思ったんですけど、新卒一括採用のこれ悪いところだと思うんですけど、私は。確かに日本の学生は、 あの、私たちもね、日本の学生だったわけで、当時を思い直すと、あの、大学の3、4年でそろそろ就職活,だ活動だよねっていう時に、自分は何の仕事をやろうかっていうふうに、そこで初めて考える人が多い。 のかなというふうに思います。もちろん小さい頃の夢をずっと追いかけて、それで大学まで行ってっていう人ももちろんいますけれども、ただ大学の就職活動の直前に考えるっていう人が多いっていう実感も確かにあります。そしてこの数字にもその、それは現れているのかなと思うんですけど、日本の学生は大学生の後期に進路を決める人が66%いるということなんですね。まあ ちょっとね、アメリカを見ていただくと,ちょっと思あのすごいバランスよくなってますけどこれってあの大学生全体を見ると,、えー、と50%以上の人がまあ大学中に自分の進路を決めているんですね。でも大学の前期に決めている人が30%いるんですよ。要は大学で勉強していることであこの領域を目指そうっていうのは前半で決めて後半はそれをこうあの 突き詰めていくというかそれに特化して研究していくという方が多いのではないかなとこれを見て思いましたでもその方がねいいような気がしますよね、えー、大企業の採用手法は新卒一括採用だけでなく中途採用通年採用職種別採用ジョブ型採用など多様,多様化や伏線化が進みつつある、えー、自,社に自社が求めるスキルや能力を明確化しそれに見合った処遇を行う企業が増加している 最近いろいろ取り上げられてますね。最初は無,、えー、無限定正社員で働き、キャリアを積んだ後、ジョブ型雇用に転換していくという考え方も出てきている。これ、増えるのではないかなと私は思いますけれども、これキャリアの二毛作モデルっていうことになっているそうなんですが、まず入社するときは、 あの新卒でね入社した時には特にこうこれの仕事がこの人は特化してできるっていうことがまだ分かりませんから今までの総合職のイメージでいろいろな部署いろいろな仕事を経験していくとで本人も会社もこれあなたに合ってるよね私はこれを突き詰めたいみたいなのが見つかったらそこでジョブ型雇用に転換する、まあ、専門性を生かしたジョブ型の方に、えー、転換していくっていうようなそういう働き方ができる会社が今後増えていくのではないかと。 いう風うにあの思う。あの,あのこれが出ています。まあ、実務でちょっと実感として思うのが、結構マネジメントコースとプロフェッショナルコースを分けて考える会社が最近増えてきたなって思うんですね。まあ、私のこのめぐみ社労士事務所自身もそう思うんです。けれども、やっぱりこの。 業務として専門性のある業務をやるっていうような仕事と、あと会社の経営マネジメントっていう仕事、まあ、管理の仕事ってまた全然まあ別なので、それを同じ評価制度で同じようにやっていくと、それは無理な話じゃないかなって、ちょっと最近思うんですね。なので、プロフェッショナル型とマネジメント型っていうのは、あの、分けて考えないといけないんじゃないかなと。 ちょっと思っていたんですが、それに近いんじゃないかなと思うんですよ。最初は何が向いてるかわからないので、いろいろやってみてもらう。で、まあ、最初のジョブ型雇用で入ってくる方ももちろんいる前提なんですけれども、で、自分はジョブ型に転換したいっていう方に関しては、そこで転換させていくっていう形が今後いいのではないかなと、これ、あの、私も思います。 はいえー、これからの採用シーンでは、新卒一括採用が相対化されていく。何を深く学び、体得してきたのかが問われる。多様で伏線化された採用の入り口になるはずである。えー、学生の就業感が早期に培われるインターンシップの重要性が増している。まあ、なるべく早く自分の,じゅあの専門性を、ね、見極めた方が今後はいいだろうということですよね。 えー、あと、外国人の話です。外国人は日本で長く働き続けてくれない。地域社会は人手不足を克服しなければならない。3割の外国人材が日本企業に入社した後1年以内の離職を経験している。あと、これあの、よく見ると、ですね辞めたかったけど辞められなかった人がまた結構いまして、半数近くですよね。40えーと 44%の方がもう辞めたいと、1年以内にも辞めたいと思っているということみたいです。えー、地域の有料企業であっても、1000人の人事採用担当者がいない企業が4割というふうに言われています、えー。2050年目線では、仮想空間上のアバターや遠隔操作するロボット、人の身体能力や知覚能力を拡張する技術が普及する中、付加価値の源泉や労働形態のあり方が根本から変わるだろう。 いきなり2050年の話になりましたけれども、2050年には今の技術がこのまま進むと、多分本当にあの場所とか、<laughs> えー、あの能力、身体能力、知覚能力っていうのが、あのプラスというか、まあ、補うことができるようになっていくだろうと。そうなると、今、その我々にある 能力の問題、能力のでこぼこの問題が少しあの解決してしまう可能性があるわけですね。今と違う部分があの評価のポイントになる場合が多くなっていくのではないかなと思います。それでは身体、体や脳、空間や時間の制約がなくなっていく過程ではある。 その過程では働くことの意味や組織の意味づけ自体が問いただ,問いただされ働き方を規律する法体系やセーフティーネットのあり方も根本から見直される可能性がある突然労働基準法や社会保険の話もちょっと見直す必要があるんじゃないのかなみたいな話になってきましたけれども確かにこう考えると今の労基法はちょっと厳しいのではないかなと私は思います こうした未来への備えとしては働き的の自立性を高める方向性がやはり望ましいそして教育ですねそういう人材を求めるためにはっていう話ですよね新たな未来をけん引する人材が求められるそれは好きなことにのめり込んで豊かな発想や専門性を身につけ多様な他者と共同しながら新たな価値やビジョンを創造し社会課題や生活課題に新しい解を生み出せる人材である そうした人材は育てられるのではなく、ある一定の環境の中で自ら育つという視点が重要となる。 OED、OECD 加盟国中、日本の15歳の数学的、科学的リテラシーはトップレベル。日本の子供は未来を切り開く素晴らしい可能性を秘めていると。まあ、ここまで言ってきて突然ですね、日本の子供たちの,あの理系は結構レベルが高いんだぞっていう話になりましたけれども、あの日本はですね、あのね、教育すごくしっかりしているので、あの、リテラシーは高いそうなんですね。ただ、ただですよ。しかし、 数学や理系を使う職業に就きたいと思う子供は少なく、高い数学的・科学的リテラシーが十分に生かされていない。知識はあるけれども、それを生かして働こうっていうふうに結びついていないんですね、えー。日本は探究的な、かっこ正解のない理科学習が少なく、子供たちが科学を楽しさを感じる機会が乏しいのではないか。日本の18歳の社会への当事者意識は低い。 これが実態なら学校教育が目指してきた理想と今の現実の差をどのように埋めるのか。日本将来の夢を持っている。えー、自分で国や社会を変えられると思う。自分の国に解決したい社会課題がある。というふうなので答えているその割合が各国に比べてまあ低い水準にあるんですね。まあ、これは今のその日本をすごく 満足それ,それで満足しているのか諦めているのか、まあ、おそらく諦めているのではないかなというような感じがいたします、まあ、そういうふうに本当になってしまっているのだとすると学校教育は今まで何をやってきたんだというような話になっているのかなというところですねまあ日本の教育の方向が少しまあ間違っていたというか何かこう 理想と現実の差を埋めていかなければならないよねっていう問題提起がされています。えー、その一つとして答えのない本物の社会課題と小学教科書レベルの知識を行き来しながら教員や研究者の搬送で本格的な研究を進める中学や高校も生まれている。 なんかすごいですねいろんな研究をしている中学や高校もあるみたいです。えー、またデジタルを生かすということで場所、時間、年齢を問わず誰であっても世界に広がる本物の社会課題に向き合い探究学習を始められる環境が必要。まあ、もちろんその探究学習をもうやりたかったら今、多分できる環境に私、なってると思うんですけれども、ただ自分でやりたい、自分で探してアクセスしないと始められないので、そういうふうに思わなくても、 なんとなく、あそこに行けばこういうことが学べるんだなっていうことが分かっているだけで随分違うと思うんですよね。えー、身近な校則を論理的につ作り直す活動の広がりも、既存のルールや常識を疑い、作り直す力を育む機会となる。一人一人の認知特性が異なるため、えー、学習進捗や学習スタイルも異なるが、学習指導要領等で各学年の学習内容や標準的な授業の時間数を規定。 AI 教材を活用することで知識の習得や反復的な演習を効率化し、探究学習の時間を十分に捻出する先進的な取り組みも出てきた。一律一斉で確率的な知識を詰め込めば対処できる時代は終わり、今は目指す社会に向けて何を実現すべきかという到達地点を考える時代、子供たちが繰り返し挑戦したくなる機会を増やすべきではないか。 こ今までの教室がかなりあの古い写真ですけれども <laughs>。でもね、あの同じ知識をこう詰め込んで、それでテストで何点取れるかっていうような教育だったのが、こう今後はどんどん変えていって、自分がその何か問題解決をするためにどうしたらいいのかっていうふうに考える時代、考えることができる教育に変わっていくべきだという話だと思います。 教員に探究や研究を指導する役割が期待されてこなかった中、学校にだけ多くの役割を求めるのは現実的ではない。学校の外で多様な才能を開花させるサードプレイスを広げるべきである。要は学校に新しい教育を求めるのではなく、新しい教育は他の場所でやるっていうことも一つの選択肢としてあるのではないかということだと思います。デジタル時代では教育を知識の探究と探究知恵、 力の鍛錬という2つの機能に分けレイヤー構造として捉え直すべきではないか学び手は知識の習得と探求力の鍛錬という2つのレイヤーの間を螺旋状に巡回しながら自らの能力スキルを高めることができる知識を習得するレイヤーでは デジタルを基盤に企業や大学等の教育プログラムを共通の地として整備することで誰もが年齢や居住地を問わずアクセスし個別最適な学びを実現させるべきである。探求力を鍛錬するレイヤーでは社会課題や生活課題の当事者として課題の構造を見,見極めながら自分に足りない知恵を集め異なる他者との対話を通じて共同的な学びが行われるべきである。 その際、世の中の社会課題を機敏にさ感知するスタートアップの知見を教育にも取り入れる必要があるのではないか高等教育の頂点たる日本の大学院教育を受けた博士人材の社会的評価が埋没している可能性がある。 博士人材自身が早期に社会に出て企業実務に貢献することや社会人が年齢にとらわれずに博士課程に入り直すことを促す中で大学と実業の双方で多様なキャリアパスを実現するべきではないかイノベーションの創出や事業の変革が企業の生き残りのために不可欠となる時代が訪れている 高度な専門性と全体を俯瞰する能力をもとに、新しい価値を創造する人材として、白紙人材を積極的に活用しようとする動きが出てきている。社会全体でこの動きを広げていくべきである。こうした教育の変革は、これから初めて社会に出る人のためのだけのものではない。特に高等教育課程では、すでに社会に出た働き手のスキル転換やキャリアアップにも役立つよう、 必要な時に入り直し学び直せることも重要となるそして変革の責任を教育機関だけに押し付けてはいけない学校の教育の負担は国際的にも高い水準にある企業は教育に主体的に参画し現場と二人三脚であるべき姿へと変革していくべきではないか大学経営に参画したり高線を新たに設立する企業の動きも出てきている こうした動きを加速させる必要があるのではないか。今すぐ取り組み実現できるものと10年がかりでしか実現できないものがある。難しいがゆえ、時間軸を意識して具体的な変革を直ちに着手することが必要である。中、えー、初等中等教育から高等教育に至るまで、そのあり方自体が根本から変わるべきとの指摘もあった。 しかし、2040年のあるべき教育システムを実現するためには、2030年代の教育が変わる必要があり、その枠組みを変えるには、2020年代前半に大きな変化を起こす必要がある。残り時間はあと数年しかない。一人一人の認知特性、興味関心、家庭環境の多様性を前提に、時間、空間、教材、工事の組み合わせの自由度を高めるため、教育システム改革に今から着手することが必要になる。 ということで、デジタル化や脱炭素化といったメガトレンドは必要とされる能力やスキルを変え、職種や産業の労働需要を大きく増減させる可能性がある。こうした中、未来を支える人材を育成、確保するには、雇用、労働から教育まで、社会システム全体の見直しが必要がある。これから向かうべき2つの方向性を示したい。旧来の日本型雇用システムからの転換、 好きなことに夢中になれる教育への転換。旧来の日本型雇用システムからの転換とは、人的資本経営を推進することで働き手と組織の関係を閉鎖的な関係から選び選ばれる関係へと変化させていくことである。多様な伏線化された採用の入り口を増やしていくことでもある。 これらを通じて多様な人材がそれぞれの持ち場で活躍でき、失敗してもまたやり直せる社会へと変化していく。好きなことに夢中になれる教育への転換とは、一律一斉で確一的な知識を詰め込むという考えを改め、具体的なアクションを起こすことである。 一人一人の認知特性、興味関心、家庭環境の多様性を前提に、時間、空間、教材、ーチの組み合わせの自由度を高める方向に転換し、子どもたちが好きなことに繰り返し挑戦したくなる機会を増やしていく。これから、これらの方向性へと向かうための具体策をいかに示したい。ということでですね、まず、旧来の日本語、日本型雇用システムからの転換として、どのようにしていくか。人を大切にする企業経営。 えー、具体策1人的資本経営に取り組む企業を一堂に集め互いを高め合いながら変化を加速させる場を創設するべきである。具体策2インターンシップの適正化を図る一方で学生の就業観を早期に培い目的意識を持った学業の習得無意な 若者の能力発揮にも資するよう、インターンシップを積極的に活用する仕組みに変えるなど、新卒一括採用だけでなく、通年採用も並列させる社会へ変革するべきである。2>, えー9えー、括弧2、労働移動が円滑に行われる社会。具体策1、ジョブ型雇用の導入を検討する企業に向けたガイドラインを作成するべきである。 具体策2、退職所得課税をはじめとする税制社会保障制度については、多様な働き方やキャリアを踏まえた中立的な制度へ見直すべきである。具体策3、兼業副業は社内兼業も含めて政府としてより一層推進すべきである。具体策4、えー、働き手の学びへの意欲とキャリア自立意識を高めるための取り組みとして、 学び直し成果を活用したキャリアアップを促進する仕組みを創設すべきである。具体策5、スタートアップと大企業の間の人材の行き来を政府としても支援すべきである。具体策6、地域における人材の活躍に向けて、地域の産学官による人材育成確保のための機能を強化すべきである。 具体策7。未来に向けた労働時間制度のあり方について検討すべきである。そして2番目のあの、教育の方ですね。好きなことに夢中になれる教育への転換。具体策1。教育家庭編成の一層の弾力化や、多様な人材、社会人が学校教育に参画できる仕組みの整備など、時間、空間、教材、コーチの組み合わせの自由度を高める、教育システムの改革に向けてさらに議論を深めるべきである。 具体策2、高校においては全日制や通信制を問わず必要に応じて対面とデジタルを組み合わせることができるように転換すべきである。具体策3、公教育の外で才能育成、異能発掘を行おうとする民間プログラムの全国ネットワークを創設すべきである。具体策4、知識の獲得に関する企業の研修教材や大学講義資料等はデジタルプラットフォーム上で開放を進め、 誰でもアクセスできる形で体系化していくべきである。これにより、教員の方々のリソースを探求力の鍛錬に集中させることができる。具体策5、大学、高専等における企業による共同講義の設置や自社の人材育成に資するためのコース、学科等の設置を推進すべきである。今回の未来人材ビジョンは最初の出発点であり、関係者の議論を喚起するためのものである。 前半で示した雇用推計の結果がそれぞれの産業や職種において組織内の雇用制度や業界の人材育成のあり方に関する議論に一石を投じることになれば幸いである今回は雇用人材育成や教育システムに関する大きなビジョンを示すことを主眼としたため各分野のさまざまな制度に関する詳細な検討にまで至らなかったグローバル化が進む中で外国人から選ばれる国になるための方策や 成長分野の人材や企業経済を支える現場人材の育成のあり方など、積み残しとなった議論もある。これらは引き続き政府として検討していくことが必要である。ということで、えー、以上が未来人材ビジョンというものです。 でこれがですね、経済産業省がは、えー、公表したものとなっていましてあの、いつもね、厚生労働省のその議論というか、あの公表資料を見ていると、やっぱりどのように皆さんの生活を守るかっていうところに主眼を置かれているので、今のその、えー、と産業というか、とにかく人を雇って、あの皆さんにあのうまく働いてもらって、ちゃんと給与を払えるようなことにしようっていうのがやっぱり主眼なんですよね。であと、 社会保険料とかそういうのをどういうふうに徴収していくかっていうような話になっていくんですけれども、でもあの違う省庁がやっているっていうことはこれがすごく意味があるなと思っておりまして、それってその経済産業省がその経済の観点からお話ししているものなんですね。なので今後その産業が動いていくにあたってこういう人材がこういうふうに必要になるはずだから、 であのなのでそれに、えー、と仕組み合わせようよっていうふうに言ってるんじゃないかなと思うんですよ。でこれは確かに今ね今の、えー、労働基準法とかいろいろ考えるとすごく難しいこと言っているところも実はあるなと思うんですけれどもでもこういう未来が来るのは海外も合わせて同じで日本が その今の老基法がこうなってるからこれは難しいよねって言って二の足を踏み続けているわけにはやっぱりいかないと思うんですよね。なので、どこかで転換していかなければいけないのだと思います。で転換していくには今、その例えばその自律的に働いて自律的に。 やっていく人って今すごく少ないっていう研究結果が出ているよっていうのがありましたけれどもまあね自分で自己啓発してる人が少ない勉強してる人が少ないっていうのがありましたけどこれで今気づいて自己啓発や勉強をして高度な人材に自分からなっているっていう人も出てきていると思うんですねでその人たちをその人たちを狙ってものすごくたくさんの企業がこうあの来るんだと思うんですよでその人たちはいい企業に高い金額でこう 就職されれれていくのかももしれませんけれども、まあ、私,私の,もの事務所のようなねその中小零細企業がそういった、えー、企業そういった人材に魅力を感じて入ってもらえるのかそれともそうでもないその ただ、優秀ではないとは言いませんよ。その自分からやっていないだけで、やる環境さえあれば、やる人っていうのは絶対にたくさんいますから、多分それがほとんどだと思うんですよ。やる環境さえあればやる、えー、やらなきゃいけなかったらやるっていう人たちを集めて、その人たちにどう、その高度な人材になっていってもらうかっていうのが、また一つその、企業の一つの、 あの問題というか課題なのではないかなというふうに私はこれを見て思いました。まあ、今後あの私たちは専門的な社労士という専門性を持って人事の仕事をしていますけれどもその,このただただ社会保険がどうのとかあの法律的にどうのっていう話だけではなくてこういうふうに新しい世界に移り,移り変わるために どうしてジョブ型がいいって言われているのかとか、あのもし何かこう法律自体が変わるんだとしたら、どういうふうに変わっていくと予想されるのかとか、そういうこともこう考えて進めていけたらいいなというふうに、社労士としては思いました。はい。ということで、えー、長い時間になってしまいましたが、これで人未来人材ビジョンのお話を終わりにしたいと思います。 最後まで聞いてくださった方、どうもありがとうございました。それでは今後もめぐみ社労士事務所をよろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。